今日も楽しくプレイしよう。ありがとう。薬草は…調べてくるよう言われたの。この壺は…女神様に言う…あれ何も入ってない壺の中を…なんか…女神様は…どうして俺にこんなことをさせているんだろう。魔王を倒す勇者って…って言われても一度も村の外には出してもらえてないし、そういえば俺いつからこの村にいるんだっけ。ほんの数年前のはずだけど何も思い出せない。村に来る前のことも来てからのことも、俺本当に勇者で会ってるのかな。ここに来る前俺はどこで何して。ダメだ、昔のことを思い出そうとすると気分が悪くなってくる。え、おかしいな、こっちの方だと思ったんだけどな。ねえ西郷、この辺で美味しそうな匂いしたよね。知らん。俺にお前のような嗅覚。ついさっき。あっちの方で空を歩いてる人がいて、本当に話を聞…なんだ衛星管理等で原因不明の繰り返します。
何のこ…め…一体な…村の人…村の外行って…こら！カズキさんひどい！まずは自己紹介だ。僕は青山カズキ。こっちは仲間のQ。僕らは他の8人の仲間と一緒にこの24シティに乗り込んできている反逆者だ。24シティ？反逆者？わからないことだらけっていう顔をしているね。もう少しだけ丁寧に説明しようか。今僕たちが立っているこの場所は24シティと呼ばれている。地上には他にも23のシティがある。個性的なシティが多いけど人々が暮らす普通の街だ。でもこの24シティは違う。前はネオ東京国にこんなシティはなかった。誰も頼んじゃいないのに勝手にシティを名乗り始めただけの偽物の街さ。その正体は地上を侵略監視するための空中要塞。僕たちの敵が拠点にしてるアジトってわけ。まあ内部にあんなテレビゲーム風のエリアがあっただなんて
地上からは想像もしてなかったけどね。地上侵略。まさか、あれがその時の記憶。こっちの二人組はイロハ月ちゃんとヤクモスイ君。僕らがこの24シティに潜入するタイミングで強引にくっついてきた君の幼馴染だよ。記憶にない幼馴染か。どういう顔をすればいいんだろう。でも多分彼らは信用できる。少なくともあの女神像を操っていた人物よりは。もうちょっと彼らに質問してみよう。今の俺はここから何かを判断するには情報が足りなさすぎる。俺の記憶がなくなったのはあの仮面の男に奪われたからなのか。おめえ、あの仮面野郎については覚えてんのかよ。断片的に思い出したんだ。俺は燃えている街の中であいつと戦って、多分手も足も出ないまま負けたんだと思う。その仮面の男は我らの敵。いや、ネオ東京国民にとって史上最悪の敵だ。史上最悪の敵。君は全く覚えてないみたいだけど、そいつのヤバさは過去に類を見ないほどだよ。たった一人でネオ東京国全域を武力制圧し、この数年の間に地獄に変えてしまったんだ。侵略後の声明文で名乗った名前はゼロ。ゼロ。そいつが俺の記憶を奪った張本人。たった一人で地上の全てのシティを侵略って、そんなことが可能なのか。ゼロは AI の搭載された軍事兵器を無制限にコントロールできるみたいなんだ。自立移動する軍事ドローンやロボット、そういったものを従えている。今はお面をつけた雑魚構成員たちもいるみたいだけど、彼らはゼロが侵略を終わらせてから集めた人員だよ。おめえ、本当に何も覚えてねえんだな。俺たちの故郷メグロシティがあいつに侵略された時、最後まで抵抗したのはおめえだぜ。俺たちはあいつの攻撃であっさり乗されちまって、その後のことは分からねえ。目が覚めたら要はどこにもいなくって、後で戦いの様子を見てた町の人に聞いたら、イオウだけが最後にあの男に連れてかれてどこかへ消えたって。で、今日までずっとおめえの手がかりを追ってここへたどり着いたってわけだ。たどり着いたっていうか、僕たちの計画に強引についてきただけだよね。それに感謝感謝してるっての。いいじゃねえか、用が味方につきゃかなりの戦力になる。ちゃんと戦えるだけの記憶があればだけどね。あ、そうだ、声がでけえんだよ。ここをどこだと思ってんだ。ごめんごめん、私イオのスマホを預かってたんだよね。それを思い出してさ。俺のスマホ。うん、焼け野原になったメグロシティにこれだけ落ちてたの。これでようやくように返せるね。充電もちゃんとしてあるから使ってみてよ。スマホを見るのは後にしよう。敵の本拠地で同じ場所に長居するもんじゃない。早いとこ仮想にある脱出ポットを目指そう。脱出ポット？
望むところだ。みんなで分けよう。俺の守りは鉄壁だ。望むところだ。ここまでだ。そこだ。隙ができたな。寝てろ。よっ。いらない。僕らの仲間だよ。あの二人、さっき村で見かけたな。空を飛んでると思ったせいで混乱してたけど、二人とも和樹さんたちの仲間だったのか。ごめんごめん。それで人工衛星の方はどう？人工衛星？ふん、惜しいことをした。あの技術を解析できればいくらでも稼げそうだったのだがな。あれはネオ東京にあって良いものではない。それで月たちの幼馴染ってやつは見つかったのかよ？バッチリ。紹介しよう。彼が伝説の勇者、黒中陽君だよ。和樹さん、そういうのはやめてくれ。いいじゃないか、かっこよくて。食べ物の匂い。ねえ、何か食べ物持ってない？いただきます。おい、そんな得体の知れないもん食って大丈夫なのかよ。ごちそうさま。たえーな、噛んでねえだろ。そうか、あいつが救助班のターゲットだったか。
へばってねえ。まだ終わりじゃない。まだだ。遅い。これでそう。隙ができたな。倒れろ。奪わない。このくらいだ。いや、雑魚が群がりやがって。おっと、そんなことだ。よっ、くらえ。来るよ。さあ、決まっていくぜ。ここだ。まだまだ。いや、またついて。ガラキだ。気をつけろ。私たち息ぴったしだね。思っていた以上に簡単に連携攻撃が。な、大丈夫だよ。拳をつけ。行くぞ。よっ、片付いた。これでどうだ。おそらくフルパワーだ。隙ができたな。それでまだいるの。寝てろ。このこれでそう。まだまだ。倒れろ。スーパーマーだ。そこだ。みんなで分けよう。うまく使おう。やったぞ。望むところだ。寝てろ。倒れるわけに。粘ってねえよな。やめろ。おっとくな。遅いぐらいだ。いや、気をつけろ。
ぼーっとすんな。まだだ。止め。これで止める。嫌なやつ。まだまだ。隙ができたな。やめろ、倒れろ。フルパワーだ。ガラピア気をつけろ。このドラマッフッドラ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 ッまだまだ止め。さあ倒れろ。フルパワーだ。ガラキだ。まだだぜ。成長した気がするな。何か落ちてるな。ああ、いいものを拾ったね。それはテンションカードだ。テンションカード。この見た目おもちゃだろうか。簡単に言うと誰かの思い出が刻み込まれたカード。こう見えて意外と使えるんだ。持ってるだけで強くなれんだよ。カードには感情の力が宿ってるからな。なるほど、装備品みたいなものってことか。そういうこと。僕らが戦闘で使っているギアと同じ技術が使われてるらしいよ。厳密には専用のカードリーダーに差し込む必要があるし、一度に5枚までしか効果は発揮されないけどね。ふん、貧乏人はテンションカードも知らんのか。貧相な装備で足手まといになられても困るな。仕方ない、僕のスペアを恵んでやる。カードリーダーごとな。え、いいの？ありがとう、轟さん。誰がお前にもやると言った？この人、最初は感じの悪い印象だったけど、実は優しい人なのかもしれないな。ありがとう。右も左もわからないから助かるよ。本来なら床にカードを巻いて拾わせているところだが、今は時間が惜しい。チッ、手渡ししてやるか。貧乏金が移らなければいいが。全言撤回だ。うまく使おう。いや、このまま押し切れ。まだだぜ。止め。まだまだ。決まっていくぜ。そこだ。倒れろ。
荒木だ。最後だね。いや、どいてもらう。まだだぜ。ぶっ飛べ。せ、倒れろ。隙ができたな。寝てろ。やっは。まだまだ。今だ。せい、フルスイングだ。今だ。まだ終わりじゃないよ。よいしょ。このガラスだ。行くぞ。ただ片付いた。遅い。隙ができたな。はっ、まだまだ。つらいだ。はっ、せ、このうわっ、これでどうだ。まだまだ。さ、せ、そこだ。まだだぜ。どこだ。ぼーっとすんな。やったぜ。さ、まだだ。せい、食らいやがれ。チャンス。ガラキだ。なめてかかると危ねえぞ。へばってねえよな。やめぞ。フルパワーだ。ここまでだ。気をつけろ。遅い。まだだぜ。ボーッとすんな。いや、倒れろ。フルパワーだ。行くぞ。やったぜ。遅い。隙ができたな。倒れろ。このガラスだ。やっせ。つらいだ。せ、やっせ。やっせ。まだだぜ。気をつけろ。はっ、そこだ。せせ、どこまでだ。スルーパワーだ。気をつけろ。スライダー。逃がした。せ、フルスイングだ。せ、やっは、せよ。食らえ。寝てろ。まだだぜ。まだやれる。ほっとすんな。最後だな。フライだ。吹き飛べ。せえ、吹き飛べ。まだまだ。
やったぞ。周囲の様子が変わってきたね。この辺りから24シティの仮想になるみたいだ。そういえばみんなは一体何のためにこんな場所まで乗り込んできたんだ。捕まってた俺を助けてくれたのは月や水が強引についてきたからだって言ってたし。俺たちは人工衛星の制御装置を破壊しに来た。24シティを根城にしている敵の親玉ゼロが過去に打ち上げたものだ。人工衛星、そういえばそんな話を最初にしてたな。でもそんなもの壊して何になるんだ。空から監視されるのがそんなに問題なのか。ヨウさん、説明が欲しいってお顔をされていますわね。ああ。であれば、私がご説明させていただきます。鶴子ちゃん、急に生き生きし始めたね。知は力なりがモットーですので、説明するのは大の得意です。まず、私たちが無力化を成功させた人工衛星は、単なる監視衛星の類ではないのです。あれは地上にいるネオ東京国民を監視し殺害するために存在している衛星兵器なんです。衛星兵器？はい。スペースツ、諦めない。ウルパワーだ。まだ耐えられるんだろ。
諦めない。